元の悪い中お集まりくださいまして誠にありがとうございます。いよいよあの高根美優ちゃんがミュウミュウとしてソロデビューすることになりました。素晴らしいですね。え、平成最後の七夕にここで可愛らしいスターが生まれるわけですよ皆さん。このスターがこれからどんな風に大きくなってさらに輝くかは皆様の応援次第です。どうか優しく見守ってそしてどんどん大きくなるよう応援をよろしくお願いいたします。今日のね彼女のステージも大変楽しみなんですが、まあ、前座ということで私が、大御所じゃないですけれども長くやっている前座じゃありませんよ、スペシャルゲストですよ。ありがとうございます。そう皆さんあの雨大丈夫でした？雨やばかったです。岐阜の方結構やばいって聞きますよ。ですよね。帰れる？帰れない。よかったらここら辺で大須の夜を楽しんでいただければと思いますけどね。私も本当2年前の夏に、若宮大通りのお化け屋敷を主催したっていう時にたまたまBSJ プロジェクトの皆さんに大変お世話になりました。それがきっかけで加藤拓也さんプロデューサーさんに何かをご恩返しができないかなと思って、その後ですね秋や冬にちょっとだけあのお邪魔してレッスン的なものもしていたんですが、それからどんどん転がって今では一緒に三重テレビの、モーターゾーン TV を一緒にやってみたり時々あの誰やねんにお邪魔したりとかですね、はい、さらにはアット FM のあの BSJ の番組にちょっとゲストで出演してなんか口くしゃにしたりとかそんなことをしています。これからも私もあの BSJ の皆さんそして加藤拓也君さらにはミュウミュウを応援していきたいと思いますので皆さん一緒に頑張って応援しましょう。ではここでですねこの間あの私たちレコーディングした錦鯉という曲でございましてこれがまたパヤパヤしとる。ちょっと待ってね私細かい字が読めんの遠近両用のサングラスをかけさせていただいてでは拓也くんが作った錦鯉これはですね知ってる人は知っているすごく有名なおかまのけんちゃんさんがピンクフラミンゴというユニットを組んで歌ってらした懐かしい曲なんですけれども私も大好きなパヤパヤ昭和歌謡という感じなんで拓也と千鶴でまたレコーディングをしたんですね。ひょっとしたら私たち CD これでできるから皆さんにあの買っていただくようなそんなキャンペーンもするかもしれません。こちらも応援よろしくお願いします。では聞いてください。錦鯉です。あちょっと待った。なんかこれねあのまたデュエットなんですよ。そうだよ。でもね今日さすがに、まあ、プロデューサーを出すわけにいかないじゃないですか。やっぱ立場的に ね、じゃちょっとなんか発声練習的に呼んでみようかな。みゆちゃん、みゆちゃん、おや、カマン、カマン。いきなり主人公を呼ぶっていうのも無茶なものでございますけれども、あ、まだこれは変身してない。今、いつもの、え、これいつもの素の状態なのかな？これ、私服ですか？私服です。あ、かわいい。あの、みゆちゃんの私服ってフリフリしてるじゃないですか。あれがかわいいんですよ。首が長いし、顔もちっちゃいから、首が詰まったあのハイネックだったりとか、T シャツよりはちょっとしたあのブラウスとかがとっても似合うのね。なんか毎日着ます。お嬢様的なのがね似合います。さあこの錦鯉知ってるよね多少は。私はなんとなく知ってる。私もねレコーディングしただけでなんとなく知ってるって感じ。あ、なるほど。だから2人で一緒にあの皆さんあの発声練習がてらちょっと聞いていただいて皆さんは皆さんで応援の練習もしながら、まあ、拍手をちょっと温めていただければなと思います。それでは行ってみましょう。錦鯉よろしくお願いします。お願いします。錦鯉
感じでちょっとですねあのこれまでの、はい、デビューが決まってからの、はい、あなたの状態をちょっと知りたいのね。ちょっと真ん中に来て、真ん中に来て、はい、おばちゃんこっち来て、はい、あとデビューだよって、はい、プロデューサーから言われた時はどんな気分でした？いやもうなんかなんだろう、一言で表すとおーって感じ本当に一言やな本当におしかないの。え、何言ってんだこの人と思って本当正直思ったんですよ。え、でも普通みんなねアイドルになりたいっていう人はグループもいいけど、やっぱり一人でソロでっていうのが目標というか夢じゃないですか、はい、その夢が一つ叶ったその瞬間おおだったの。もうなんか嬉しさの、うん、そうなんか感情表現じゃないですけどなんか、すごい嬉しいっていう気持ちでびっくりしすぎちゃって、びっくりしすぎてもうなんか言葉にもならなかったです、うん、あ、そうなんだ、はい、で今日までは大体、ま、言える範囲でいいですよ、はい、今日デビューでしょ、はい、それまでにどれぐらいの期間があったんですか？2ヶ月2ヶ月かな。え、じゃあ何、曲ができたのはどれぐらい？曲ができたら本当に、うん、どうだろう、1ヶ月ほんと、はい、ちょっと前ぐらい。ツイッターでも一生懸命練習してる様子がね伺えたんですけれども、どんな練習してきました？でもなんか基礎中の基礎とかいろいろやってきて、うん、でもまだまだだから、うん、温かい目で見ててくれたら嬉しいです。それはもちろんですよ。ミュウミュウのことが大好きな人がこの会場にはねいっぱいいてるわけですから、それは大丈夫だと思うんだけど、ほら応援少女として頑張るとかそういうのとまたスタンスが違うでしょ、一人だと。そうですね、もうすごい、うん、なんか応援少女にいる時とかは、うん、メンバーに頼り切ってばっかだから。そうだから、うん、すごい、なんだろう、
頑張らなきゃなっていう気持ちで今いっぱいです。でもあのラジオの番組でお邪魔した時もみゆちゃんはいろんな人に、私がまず、BSA の皆さんに質問をポンと投げかけると一番最初に答えるよね。割とあのポンポンってなんかキャッチボールが早くできるタイプっていうか。そうなんですかね、うん、なんかそれはすごい変化球だったりするんですよ。帰ってくるのがえそっち行くのっていうそういう感じはするけどね。素でボケてるんで。素でボケてる羨ましいですね。今日はあのなんかプライベートも黄色にするのかなって思ったら、はい、謎のバカだ。もうちょっと今日は情熱の色で行こうと思って、うん、朝から燃えてるんですよ。燃えてんの。ファイヤーあ、なんか熱い匂いがします。熱いですか。熱い匂いがします。何やってんだかね、本当に。でもう皆さんすごい期待してると思うんですよ、はい、意気込みを一言。いやもう全力で今日今までやってきたことをね、うん、全力で出してきるので、はい、皆さん盛り上がっていきましょう。はい、よろしくお願いします。本来ね、こういうライブっていうのは、はい、みゆにね、ゲストの方、誰来てもらうって、アイドロイドさん、無限の少年さん来てほしいですって言うじゃないですか。その中に、はい、福田千鶴さんっていう名前が、珍しいよね。一番来てほしいのは福田千鶴さんと。珍しいことを言うアイドロさんですよね。もう私、何も引きがないよね。誰か連れてくるってこと、何も。ただ一人ね、古川さんっていう人が昔から私のファンで、その人だけが来てくれたんですよ。体調悪いのに。大丈夫、座っていいからね。ありがとうございます。その人ぐらいで、他は皆さんね、誰あの人、あのおばさん誰ぐらいって感じですけど。そんなことないよね、みんな知ってるもんね。これからもレッスンいろいろするからね、ゆうちゃん。はい、お願いします。今日見てきますから、はい、頑張ってください。ありがとうございます。どんなタイプのアイドルになりたいかっていうのを、目標もね、皆さん聞いておきたいじゃないですか。うん、いや基本的には多分みんなが想像するのは、うん、なんだろう、アイドルとした可愛い感じのアイドルだと思うんですけど、みゆ、うん、はもう可愛いだけじゃなくって、はい、なんだろう、全ジャンルができるような。え、ジャンルって言ってたら、そのなんかかっこいい系もセクシー系も可愛い系もできるようなアイドルになりたい。もしくはあのなんだろう、モデルもやったりとか。あ、そうです、そうです。いろんな活動ができるようになりたいと。そうです。夢は大きいですよ。皆さん応援よろしくお願いします。お願いします。ミュウミュウがドカーンと行くようにね。今日は本当に記念すべき日なので、本当に1秒1秒皆さん覚えて思い出として持って帰っていただけたらなと、そう思います。一緒に楽しみましょう。前座の福田千鶴でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあこの後ね、ちらっとさっき写真でご覧いただきましたけども、衣装もとっても凝っていてめちゃめちゃ可愛いんですよ。なのでそれも楽しみにしててください。さあ続いての方はどなたですか。はい、アイドロイドさんですね。アイドロイドさん、アイドロイドさん、マイクをお渡しした方がいいのかな。お一方だけ大丈夫ですか。はい、じゃあこれお渡ししますね。よろしくお願いします。ありがとうございました。いつも夢見る光やって
やばいですね。ちょっともうなんかこの暑い中みんなね一生懸命応援してくれて嬉しいです。本当にありがとうございます。緊張してて言葉が出てこないので次の曲いきたいと思います。はい、それでは続けて聴いてください。ワインディングロード。I'm not afraid to die.
Thank you.
ラストの曲になります。なります。ちょっと一旦あの振りでね、はいはい。はい、次の曲はですね、私のパワーソングになっています。何か分かる人は分かるかな、分かる人は分かるね。はい、あ、手を挙げてくれてる、ありがとう。はい、あのこの曲はですね、私の小さい時から知っていて大好きな曲になっています。なので皆さん一緒に歌ってくれたら嬉しいです。はい、それでは聴いてください。そうなんです、誰やねんにもね一緒にね出演させていただいて、もうちょっと夢が叶ったと言ってもおかしくないぐらいの大御所さんで、はい、もうちょっと言ったらあれだから、はい。ありがとう。負けないこと、逃げ出さないこと、信じ
拍手少ない気するけど、まあいっか。はい、それでは
では聴いてください、イエロービーム。どうですか、3人で1曲、超レア超レア、いいですか、上さん大丈夫ですか、はい、じゃ あの3人で話し合って1曲歌ってください。じゃあメダルこれ持ってって、どうしよう、やばい、緊張再開してきた、なんかわかります、
なんか私たちみゆちゃんがソロでやってる曲で、はい、唯一歌える曲があるんですよ。何ですか？踊るポンポコリン。あー、なるほど。じゃあやっちゃいますか。それでは、あ、はい、わかりました。やばい、まさかこんな夢のコラボできる日が来るとは思わなかった。ありがとうございます。大丈夫、じゃあノリで、はい、ノリでいきましょう。それでは聴いてください、踊るポンポコリン。
されたから。ありがとう。大丈夫ですか皆さん。暑くない。みーちゃんね、多分大丈夫。はい。いや大丈夫。いくよ。はい。それでは本当に本当にラストの曲です。それでは聴いてください。じゃあもう気合で光らせといてください。はい、それでは聴いてください。イエローミーム。無理や、服脱いこれも。本当に。